彼にこんな行動や態度が見えるなら彼を信じてあげていいのかもしれません。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで、恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。彼の言動が気になる、何か考えてるんじゃないか、自分から気持ちが離れてしまってるんじゃないか、そんな不安感を、ね、持たれることあるかと思うんです。実際に彼が、ね、あなたを放置しているとき、その時に、ね、彼が何を考えているか、そんなお話はこういう動画の中でもご紹介させてあげたので、こちらをご覧になっていただければいいんですけど、リンクも、ね、ここに出てますから、こちら合わせてご覧になっていただくとして、今日は、ねそれほど放置されている感じもないんだけど、ちょっとなんか怪しいんじゃないかな、でも彼を信じてみたいな、そんな時にこんなね彼の行動や態度が見えているようなのであるならば、それは信じてあげてもいいんじゃないですかというお話、6つのポイントからご紹介をしていこうと思います。もちろんここでご紹介させてあげるお話の全てが、あなたと彼とのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については、僕の個別セッションの方にお越しいただければ、あなたの状況や環境、そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。下の概要欄、説明欄の方にリンクも出ていますので、そちらの方から飛んでいただくか、こちらの方にもね、同様のリンクが出ています。こちらの方からホームページに飛んでいただいて、ご希望の日時でお申し込みください。近々の予定がね少し混み合っていますので、少し先の予定をね余裕を持ってお申し込みくださいませ。ということで今日は、彼をね信じてあげてもいい6つの根拠ということでご紹介をしていこうと思いますが、そのうちの1つ目はこちらです。はい、所在が確認できるということですよね。あなたが彼に居場所を聞いた時に、彼がそれをねすんなり答えてくれて、実際に確かにそうだよねということが思えるのであれば、彼はね嘘をついていないよねというふうに思っていただいて、嘘というかあなたに不安や心配を抱かせるようなことはしていないので、安心していいんじゃないですかという話です。今日はね会社だからつって、実際に会社に行ってるとか、家にいるからつって、家にいるとかね、お友達とキャンプだよって言って、お友達とキャンプに行ってることが分かってるんだったら、それは確かにそうじゃないですか。明らかにね嘘っていう時もそれはあるかもしれない。それは疑った方がいいとは思うんです。今日はね、取引先とゴルフに行くんだなんつってね、ゴルフバッグ車に積んでおきながら、なんかね近くの別のねこうホテルで女と会っていたみたいな話だったら、それは明らかに嘘だし、それはさもちろんツッコミどころが満載なんだけど、そうじゃなくて、あなたが彼に何かを聞いた時にすんなり答えてくれるし、それに対してとにかく見えてる範囲の中でね嘘はないよねと、ここのホテルに泊まってるからね出張中はねと言って、そこのホテルに電話をかけたらちゃんと彼が出てくるとか、場合によってあなたが言ったらそこにいるとかっていうことであれば、そこまでするかどうか別にしてね、あなたに対して何か不安にさせるようなことは彼はする気はないから、それは安心していいんじゃないですかというお話です。そして2番目はこちらですね。はい、遅くとも返信が来る、連絡が来る。連絡はね必ず取れるということですよね。もちろん仕事でね、会議をしているとか、打ち合わせをしているとかね、すごく忙しい、運転中だとか、そういう事情で連絡ができないこともあるでしょう。また、彼自身がねあんまりこう人と連絡を取ったりするのが億劫なタイプで、あなたに対して積極的な連絡っていうのはしてこないかもしれない。でもそういう人だったらさ、普段からそういう人からわかるじゃないですか。でもあなたが連絡をしたことに対して、必ずね向こうから少し時間が経ったとしても、帰ってきたりとか、万が一帰ってこなくてね、あなたがまた連絡をしてみたら、あごめんごめんこの間ちょっと散ってさみたいな話で、納得のいく説明がねしてもらえるんだったら、それも別に不安や心配にならなくていいんじゃないですかという話です。いよいよねちょっとこう怪しいことをしたろうとか、あなたと関係をね終わりにしていこうというふうに考えるんだったら、連絡はね極力こうフェードアウトの方向に向かっていくんだけど、そういうこともなく、別に普通に連絡をすれば連絡取れるよねと、すんなりじゃなかったとしてもね、あなたの期待するペースとは違うかもしれないけど、連絡を彼が返してくれるんだったら、そういうことよねというふうに思っていただいていいと思います。そして3番目はこちらです。はい、異性と接点がない時は、そんなに心配もねしなくていいんじゃないですかという話です。男性であれ女性であれそうなんですけど、お相手のことがねよっぽど嫌だという話を除いて、何かしらね気持ちが移り変わっていく時ってさ、
周りにいる異性の影響って少なくないんですよね。もしあなたもね、彼のことは大好きだと思っていながら、まあいい男にさ頻繁にこう囲まれていて接点があると、まあ、こっちの人の方がやっぱりいいのかなっていうふうに、まあ、思ってしまったりとかね、その気はなくても、彼とちょっと比べてしまったりとか、その分彼の悪いところが見えてきてね、だんだんこっちにげんなりしてきていってしまったりすることって少なくないと思うんですよね。一方でそういう接点が全くなければ、やっぱりこの人一番やねっていうふうに思う。それは男性も同じ話で、身の回りにね、異性がいなければ、あなたと誰かを比較することは基本的にないし、ましてや、ね、誰かからあなたの彼に対してね、こうちょっかい出されたりとか、まあ、怪しい誘惑をされたりすることもないので、まあ、そこで事故が起こることもないから、まあ、そういうタイプの方、朝昼晩ね、まあ、仕事ばっかりとか、まあ、仕事ばっかりじゃないんだけど周りはね、お友達男性ばっかりとか、まあ、お友達いたとしてもね、異性の友達がいたとしても、まあ、そんなにね、あなたも知ってるぐらいの人で、そういう関係になることはないよねというような人なのであるならば、まあ、そこは信じてあげていいんじゃないですかという話です。だからまあ不倫をしたりとかね、浮気をしたりする原因ってさ、大概ね、環境による影響って少なくないんですよね。本人の資質とか性格とか倫理観っていう問題もあるんだけど、それ以上にね、やっぱり環境が影響することって少なくないから、こちらに画像があってこちらにリンク先があります。だからそのあたりのね、環境に問題がないのであるならば、まあ、そこはあんまり心配しなくてもね、いいんじゃないですかというお話です。さあ続いて4番目はこちらですね。はい、まあ、そもそもね、異性慣れしていないというか、まあ、そもそも女性と慣れていない方っていうのもいらっしゃったりもするから、そういう方であればね、あんまり気にしなくても、いいのかなと。特にこう彼とね、こう面と向かって話をしてくれるとか、また彼がね、自然に話ができるお相手っていうのは、もうそもそもあなたしかいないわけだから、他の人にね、まあ言ったりとかね、他の人にちょっかい出したりとか、まあ、出されてもそれに対してこ う, うまくね、まあ乗っかったりすることっていうのもできなかったりもするから、まあ、そういう人なんでね、だからそのあたりはまあ 男の人でも女慣れしてるしてない人の見分け方っていうのはね、こういうところでご紹介も差し上げたりしているので、まあ、こちらをご覧になっていただければいいんですけど、こちらにねリンク先も出ています。ちょっとリコさん、はい、リンク先もね、出ていますから、まあ、そちらをご覧になっていただいて、そもそもね、彼が女慣れしていないような人なのであるならば、まあ、そんなにあなたをね、心配させたり不安にさせたりすることもないので、そこはね、気にしなくていいと思います。さあそして5番目です。はい、生活習慣にね、変化がないという話なんです。まあ、1番目から4番目までね、お話し差し上げた話を、まあ、振り返っていただくとね、まあ、基本的に彼のルーティーン、彼のパターンってね、だいたい決まってると思うんですよね。まあ服装だとか、まあ何を食べるかとか、どこのお店で食べるかとかね、何時に会社行くかっていうことも含めて、まあ大概男の人ってさ、まあ、ルーティーンが決まっていて、何かね起こるとするならば、何かが起こるとそのルーティーンにはやっぱり変化が訪れるんですよね。服装が変わるとか、なんかね行く店が変わるとか、それこそ趣味嗜好がね変わっていて、あなた今までこんなもの全然好きじゃなかったよねとかね、何あなた最近こんな色気づいてこんな服とか着ちゃってるわけとかね、なんか髪型がいきなりこう変わり出すとか、まあ、そうなってくるとちょっと何か彼にとって変化というものが訪れていることがある。それは異性である場合もあるし、異性じゃない場合もあるかもしれないけど、あなたとの関係にね、何かしらのこうさざ波を立てるような、事件というのがひょっとしてね裏側で起こっている可能性もあったりするから、そこはね注意をした方がいいんだが、そうじゃないんだったら、ね、あ、何も変わってないよねこの人、あ、今日も、ね、納豆鮭定食なんだ朝ごはんはということが、まあ、あるのであるならば、まあ、そういうことで何も変化はないから安心していいんじゃないですかというお話です。さあそして、6番目ですね、こちら、はい、別れをね匂わせない、あなたに対して、いやちょっと俺たちもう無理じゃないかとか、ちょっと俺さもう距離を空けたいんだよねとか、ちょっとねお前と一緒にいるとすごく苦痛だわとか、もう分かりやすくはっきりとあなたに対して否定的、その関係を維持することに対して前向きではないよね、まあ一緒にいてもねしょっちゅう機嫌が悪いとか、すぐ帰りたがるとかさ、あからさまな態度が出ているんだったら、もうちょっとそれはね、まあ信じる信じないというよりはその関係ってねもう いかんかなっていうふうに思っていいのかもしれないけど、そうじゃないんだったら、特にそれっぽい言動がね出てこないんだったら、まあ、彼は別にその関係をね維持することに対して何の抵抗も感じていないし、何のね、迷いも
感じていないから、そこは信じてあげていいんじゃないですか。何もないところね、そこに火のないところにね、わざわざあなたがね火をつけて、バンバン煙をね、うちわで煽る必要もないので、彼が別れを匂わせていないというか、あなたと離れたいというようなことを言っていないんだったら、そこはもうあとはね信じてあげていいのではないでしょうか。さあ、ということで全6項目ご紹介を差し上げました。まあ見ていただいて分かるようにね、まあ、基本的には彼に変化がなければ、まあ、信じてあげていいんじゃないですかというのがね、まあ大きなところで、それでもねダメになっちゃうときはダメになるし、それは彼の問題もそうだし、あなた自身の方がね逆に彼と付き合ってても疲れても無理だわっていうふうに去っていくこともあったりするでしょう。お互いがね、もうちょっとしょうがないよねということでダメになるならいいんだけど、火のないところにね煙を立てたりとか、まあ、自分でね、地雷を埋めて、その地雷をね自分で踏みに行くようなことさえしなければ、その関係っていうのはまあ特段ねお互いの気持ちに変化がない限りは変わらないので、そこは信じてあげていいのかなと思います。そしてあなたはそうやってね信じてあげていただくと、まあ、2人の関係はね、まあ、波風立たず、良好なね状態で継続していくことができるのではないでしょうか。現場からは以上です。